何なんですかこれは。そこの大使はどうしたんですか。なあ、部屋を血で汚すなんて、なんて下品な。幹部が寄ってたかって大使を殺して、説明しなさい。一体何があったんです。みんな申し訳ありません。私の監督不行き届きです。ここに。その説明は後ほど。とにかくこの場の始末をつけなくては。三男さんのせいじゃねえよ。薬の副作用ってやつなんだろ。仕方ねえって。ちょっとどういうこと。薬？一体何の話？三男さん？この件に関してお答えできません。私は三男さんは亡くなったと聞かされておりましたのにね。みんなしてこの伊藤をたばかっていたと。この伊藤は仮にも新選組の参謀ですよ。その私に黙ってはかりごと納得のいく説明をしてもらえるんでしょうね。いちいちうるせえんだよてめえは。ちっとは黙ってやがれ。なんて口の利き方を。土方君、あなたは。まあまあ伊藤さん、歳も悪気があるわけじゃないんだ。状況が状況だ。勘弁してもらえないかな。なんて野蛮な人たち。この伊藤、こんな方々と一緒になんていられませんわ。三男さん、あなたの口からちゃんと事情を説明してもらいますからね。聞いてるんですか、三男さん。どうした、サンナさん。
しいです。血をください。君の血を私に。やめろ三男さん。くそ、三男さんまで血の匂いに当てられやがったか。三男さん、そいつを離せよ。取り押さえろ。多少手荒になっても構わねえ。ち、仕方ねえ。悪く思わないでくれよ、三男さん。やらせるわけにはいかないんだよ。君たち、まさか三男さんを。勝手なことはこの伊藤が許しませんわ。伊藤さん、ここは危険だ。あとはトシたちに任せて、俺たちは部屋から出ていいよ。近藤さん、何を話しなさいよ。ありがてえ。あとはこっちの始末をつけるだけか。だがそれがなかなか。三男さんの腕は半端じゃないし、まして今は。そうです、血が欲しい。私の体が血を欲しているのです。もう許せねえ。行くぜ審判団、佐野さん。おお、一度にかかるぜ。いや待て、なんだってんだ土方さん。三男さんの様子がおかしい。おい三男さん、どうしたんだ。私は雪村くん、私は一体何を。こりゃどういうことだ。俺に聞かれてもわからねえよ。そうか、私も彼らのように気が触れていたのですね。どうしてなのか自分でも分かりません。考えるのは後にして、とにかく後始末だ。そこの死体を片付けて部屋の掃除だ。ああ、この畳はもうダメだな。こっちの襖も変えなきゃだぜ。それとお前は
怪我人を引っ込んだろ。体を休めるのが先だ。と言ってもこの部屋は使えねえか。今夜のとこは俺の部屋を使ってろ。しょうがねえだろ、さっさと行け。ああ、君ですか。おはよう。命が助かったようで何よりですわね。知りたい？教えない。ま、君にもすぐにわかりますわね。え、東堂くん、斉藤くん。あ、まあな。今は知る必要はないということだ。行きましょう、伊藤さん。平助も行くぞ。ああ、じゃあまたな。おや、もう起きてて大丈夫なのかい？それは良かった。しかし、災難でしたね。傷が痛んだりしませんか？
そうかい、あったのかい。実は伊藤さんたちはここから出ていくことになったんですよ。新しく隊を立てるらしい。新選組とは別に。近藤局長と土方副長が伊藤さんと話し合って決めたことですから。御陵絵師だって？いかにも。この伊藤、同志と共にここを出て孝明天皇の御陵絵師を拝命する所存ですわ。ま、前々から考えていたのですけれど、あんな場面を見せられてしまったのですから、ちょうどいい機会だと思いまして。もともと尊王攘夷の志を持って新選組に協力しておりましたけれど、あなたたちとはどうにも水が合わなかったようですし。理屈はいい。伊藤さん、あんた要するに鯛を割ろうって言うんだろう。鯛を割るも何も、あなたたちのような獣の集団と一緒にいられませんわ。まあ伊藤さんがそこまで言うならしょうがない。だが説明したように、今回の事件の大元は幕府の依頼なのだ。今回のことを外に漏らされては我々も黙っているわけにはいかない。そこは取引というものですわ。あなたたちは黙っていてほしいし、私たちは出ていきたい。だから出るにあたって大使を分けてほしいと言っているのよ。わかった。だが連れて行くからには本人の承諾をお願いしますよ。それはもうもちろんですわ。表向きは協力関係にあるという形を取らせていただきますし、その方がお互いにとっても都合がよろしいじゃないかしら。協力体制ね、ということだそうだ。トシ、これでいいかい？ちっ、近藤さんがそう決めたなら俺はもう何も言わねえよ。伊藤さんについていくそうだよ。驚いたね。案ずることはない。言っただろう、これは友好的な関係を前提とした分離だ。そうは言っても今後は絵師と新選組大使との交流は禁止するつもりだろう。